静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は静岡大学卓越研究者の川岸博一先生をご紹介します。川岸先生の研究テーマはキノコの産生する生態機能調節物質に関する科学的研究など多岐にわたって研究をなされています。川岸先生には今回天然からの新しい機能や構造を持った分子の発見、フェアリーリングを作る物質とはをテーマにお話ししていただきます。静岡大学グリーン化学研究所農学系の川岸博一と申します。私の専門は天然物化学、天然物化学と申しまして、天然から未知の化合物物質を見つけてその構造を明らかにしたり、あるいはその機能を明らかにするような研究を行っています。それでは、私の研究を説明させていただきます。私は主にキノコからいろいろな化合物を見つけるという研究をしていますけども、ごく最近非常に面白い発見をいたしました。それについて説明させていただきます。フェアリーリングというものをご存知でしょうか。フェアリーリングというのは、日本語では妖精の輪といいまして、その芝が周りよりも リング状に、色濃く繁茂します。その後に、キノコが生えてきます。それは西洋の伝説ではフェアリー、妖精が輪を作ってその中で踊ると言われていました。しかしそのなぜフェアリーができるのか、つまり、周りよりも芝が繁茂するのか、大きく育つのかというのが分かりませんでした。それを私たちが明らかにしました。それでその実際にそれはどういうことをしたかというと、フェアリーリングを作るキノコからそういう化合物を発見しまして、その構造を明らかにしたわけです。しかもその我々が見つけた物質はいろいろな植物に効果を示します。そしていろいろな作物の収量を上げることが分かりました。したがって今その我々が見つけた化合物を農業に使おうという研究も行われています。私たちの研究は最近皆さんご存知だと思いますけども、ネイチャーという雑誌に紹介されました。その研究についてこれからご紹介します。まず、フェアリーリング病について説明します。シワなどが臨場に周囲より色濃く繁茂し、その後にキノコが現れる現象をフェアリーリングと申します。西洋の伝説ではフェアリーが、妖精がその輪を作りその中で踊ると言われています。しかしながらなぜ、リング上に芝が繁茂するのかは科学的には明らかではありませんでした。それを私たちは明らかにしたわけです。まずそのもともとはフェアリーリングがどうして、できるかという、そういう定説というものがありました。それはそのキノコが土の中のタンパク質をアンモニア体とか硝酸体の窒素に変えるというものでした。つまり、キノコが窒素肥料を作る、そういうことが今までの定説でした。しかしながら私たちはその定説を疑い、私は疑い、キノコが特別な物質を作って芝を成長させてるんじゃないかと思ったわけです。それで研究を始めました。文献上世界中に54種フェアリーリングを形成するキノコは知られているんですけども、私はこの小紫しめじというキノコを選びました。どうしかというと、小紫しめじによるフェアリーリングというのは日本で非常に、よく見られます。しかも直接の原因はですね、静岡大学のキャンパスの中にある、職員用の宿舎アパートの芝にそれが現れたわけです。しかもこれが私の家の前の芝生で現れたのです。それまでは私はこの現象を知りませんでしたけども、こういうことを知ってそれで研究をしてみようと思ったわけです。それで結果的にこの図に示すような化合物を
そのフェアリーリングを形成する物質として発見しました。ご覧のように、この物質らを与えると芝の成長を促進させたり、あるいは阻害したり、そういうことが観察されます。そこで、先ほど申し上げたように、私たちは芝に効果があるのでしたら他の植物にはどうかと思って、いろいろな植物に対する成長を観察したわけです。その結果、試したすべての植物に我々が発見した化合物は効果を示し、しかもいろいろな作物の収量を大幅に上げることができました。その一例を紹介させていただきます。これは稲に対する効果です。つまりお米の収量に対して我々が見つけた化合物が効果があるか試したものです。これはまず、ポット試験といいまして、ポットの中に土を入れて、そこに稲を入れて、それで僕らの化合物を与えてどうなるかというのを2008年から2010年3年連続行いました。その結果、これが一例ですけども、何も与えないものに加えてお米の収量が 25% 以上収量を上げることができました。さらに我々の化合物を実際に田んぼで試してみました。それがこの結果で、いろいろな実験を行ったんですけども、これは、苗箱の中で、皆さんご存知のように稲はまず苗箱で少し育ててから田んぼに植えます、田植えをします。その田植えの前の苗箱の中の苗を2週間私たちの化合物で処理するだけで、なんと 10% 近い、お米の収量の増加を確認することができました。これは小麦の結果です。小麦に対しても同じような処理をして、苗箱2週間処理するだけで 10% 収量が上がるようになりました。さらにですね、今の研究は あくまでも実験レベルですけども、今現在ある民間企業が実際に実用化に向けて研究開発を行っています。さらに我々のもう一つの大きな発見は、それらの化合物、もともとキノコから見つけたのですけども、いろいろな植物に効果があるということから、私たちはこの化合物が植物自身がそもそも作っているんじゃないかということを思いました。そしてその結果、それを証明しました。これが、最終的な結果なんですけども、ちょっと難しいかもしれませんけども、この図はプリンっていう共通の化合物が我々の体、人間も動物も植物も微生物もあるんですけども、こういう共通の整合性代謝経路、つまり体の中でどういう化合物がどうなってどうなってどうなってっていう、そういう経路があるんですけども、それの新しい経路を私たちは見つけることに成功しました。つまりこの研究は、植物に共通な新しいプリン代謝経路を発見したということ、それと我々の今の結果からすると、我々が見つけた化合物が新しい植物ホルモンの可能性があるというふうに考えられています。ということで、これらの研究は今年論文として発表いたしまして、それで先ほどお見せしたように姉ちゃんに紹介されたわけです。私は趣味は昔から本が好きで、高校大学生大学院生ぐらいまでは1日1週間に2冊ぐらいずつは読んでたんですけども、最近あまり、そういう時間がないですけども、基本的には本を読むことが好きと、あとは今はその野菜を作ってます。家庭菜園しています。それが唯一の趣味といえば趣味で、そういう意味でその基本的に私は、月曜から土曜日まで働いて日曜日を休みにしてるんですけども、日曜日はゆっくりして、それで午後からは畑仕事をするというのが私の休日の過ごし方です。
私の研究は化学、天然物化学というところですけども、やはりその今これから大学生になる人、なりたいと思っている人に言いたいことは、とにかく理系の学生にですけども、常にその好奇心を持ってほしい。なぜだろう、なぜかしらという、そういういつも不思議にな思う気持ちを持ち続けてほしいと思います。例えば僕が先ほど申し上げたフェアリーリングの研究を始めたのは50歳になってからです。50歳になって、それでも今まで知らなかった生命現象から新しい発見をしたわけです。それはどうしてかというと、私自身がその50を過ぎてもそういう好奇心を、あるいは不思議だろうという気持ちを持ち続けていたからです。そういう意味でやはりその理系を目指す人たちは、やはりそのいろんな自然現象とかいろいろなことに対してのその好奇心と、あるいは定説を疑うという、そういう気持ちも必要だと思います。